あんたが結婚って、冗談は顔だけにして。やば、ジュリーの嫌味懐かしい。15年ぶりくらい。は？何喜んでるのよ。だって学生の時以来じゃん。あの時もよくマウント取ってたよね。マウントじゃなくて、私が美人だから。あんたたち愚民がそう聞こえるだけでしょ。そのトゲのあるセリフめっちゃ久しぶり。もっと言って、もっと言って。何一人でテンション上がってんのよ。気持ち悪い。おかしいんじゃないの。だって大人になるとこういうこと言う人いないから。ちょっと学生に戻った気分。昔から思ってたけど、あんたほんと変な女よね。そう？私が何言ってもジュリちゃんの冗談面白いって反応が全然面白くない。もう褒めても何も出ないわよ。何もいらないし褒めてない。マジでアホ相手にしてると調子狂う。はあ、なんかあの頃に戻ったみたいで楽しかった。で、何の用だったの？だから、あんたが結婚とか冗談よね。やだな、冗談で式の予約なんてしに行くわけないじゃん。てか、まさかプランナーがジュリちゃんだなんて思わなかった。それはこっちのセリフ。こんなところであんたに会うなんて夢にも思わなかった。感動の再会だね。最悪の再会よ。そう？当たり前でしょ。ブスのネクラが幸せになるところなんて見たくもない。ぜひ見届けてよ。だからこれから私たちの式のプランニングよろしくお願いします。素敵なお式にしましょうね。じゃなくて。ナイスノリツッコミ。うるさい。陰キャのあんたが私より先に結婚するとか許さないから。許さないって言われても困っちゃうな。翻訳破棄しろ。無理だよ。考えればわかるよね。は？何その言い方。真宙のくせにマジで生意気。だいたい800万の式って何よ。いや、彼が盛大にやりたいって言うから。私は小規模でよかったんだけどね。うわ、自慢？あ、そんなつもりはないよ。ただ聞かれたから答えただけ。はあ、もうマジでイライラする。まあまあ落ち着いて。だいたいあんなイケメンどこで捕まえてきたのよ。友達と居酒屋で飲んでたら声かけられて、それから意気投合してトントン拍子に。へえ、あんたもナンパとかされるんだ。初めてされたよ。ミチのブスゴリラが珍しかったのかもね。ユーマにでも出会ったと思ったんじゃない。あ、彼から電話だ。ごめん、話の続きはまた今度。じゃあね。私の嫌味無視かよ。まあいいわ、今に見てなさい。はあ、一応幼馴染とはいえ、ジュリちゃんの相手はやっぱりしんどいな。私は真宙、結婚控える30歳です。まさか選んだ式場のプランナーが人の幸せが一番嫌いな幼馴染のジュリだなんて夢にも思いませんでした。彼女とは一生関わりたくなかったのに。神様のいたずらでしょうか。ジュリは小学生の頃から端正な顔立ちで、毎度取り巻きを引き連れて常に毒を吐いてマウントを取る子でした。彼女のせいで何人不登校になり、何人転校してしまったことか。私はジュリの嫌味を気にしないような反応をして笑い飛ばしたり、冗談で返してその場を切り抜けていました。もちろん内心嫌な気持ちしかなかったんですけどね。そんな私をずっと気に食わなかったのでしょう。彼女は今までの鬱憤を晴らす最大の嫌がらせをしてきたのです。もちろんジュリの好きなようにはさせませんけどね。式当日、金持ち婚約者も800万の豪華な結婚式ももらうね。どういうこと？ごめんね、和樹くん、私と結婚したいんだって。意味がわからないんだけど。やっぱり男は私みたいな美人の虜になるのね。私の大切な大切な和樹を横取りしたの？やだな、人聞き悪いこと言わないで。誘ってきたのは和樹くんよ。そんなはずないもん。ほんとおめでたい頭よね。いい？あんたはね、結婚式当日の今日、幸せ絶頂からどん底に落ちるの。ひどい。
ち幼馴染なのにこんな仕打ち。ジュリちゃんはそんなことしないって思ってたのに。焦っててめっちゃウケる。私どうしたらいいのねえジュリちゃん。知らない。ベッドでシクシク泣いてれば。シクシク。ふざけてる。全然真面目に泣いてるんだよ。もうショックすぎて。お願いカズキを返して。無理だって、今も彼と一緒にいるもん。え、だってカズキは昨日から実家にいるはず。私と過ごすための口実、そんなことも気づかないなんて、おバカちゃん。それにしても彼ったら超激しいのね。それってまさか。たくさん愛し合ったわ。まだ初夜には一日早いけど、猛攻作りもしたのよ。え、もう。昨日は危険日だから絶対できたはず。私とカズキ君相性抜群だから。こんなことして許されると思ってる？浮気だよ。仕方ないの。これは定められた運命。あんたが私より先に幸せになんてなれるわけないのよ。ああ、こんな辛いことを初めてだわ。生きてきた中で一番涙出る。最高の気分だわ。ああ、式に出席してもいいわよ。私たちの幸せ見に来て。そんなの見たら涙が止まらなくなる。そう？じゃあ後で写真送ってあげるわね。楽しみにしてて。翌日。見て見て見て、超可愛いでしょ。幸せそうでしょ。本当に式やったんだね。やっぱり800万もする式は違うよね。全てが豪華、最高だわ。カズキの両親には何も言われなかったの？彼があんたを悪者にしてうまくいってくれたからね。そうなんだ。ジュリちゃんのご両親もよく略奪婚なんて認めてくれたね。だって内緒にしてたもん。でも急だったから参列者集めるの大変だったわ。そう。ありがとうね、金持ちイケメン旦那、譲ってくれて。喜んでくれてよかった。ジュリちゃんが幸せそうで嬉しいよ。やだな、強がっちゃって。いや、本心だよ。でもプランナーさんって月収いいんだね。は？私月収20万ちょいだけど。え？それで800万も払えるの？何言ってるのよ、私は1円も出さないよ。じゃあ誰が出すの？そりゃカズキ君に決まってるでしょ。彼お金ないよ。は？そんなわけない。カズキ君は大企業勤めで貯金もたんまりって知ってるんだから。どこ情報よ。あの男貯金1円もないわよ。嘘でしょ。なんで？彼昔ギャンブルが趣味で、それで作った借金を貯金で全額返させたから。マジで言ってる？こんなこと嘘ついても仕方ないでしょ。じゃあ式代は誰が払う予定だったの？私。は？私が全額出す予定だったの。嘘。あんたそんなに貯金あるの？デザイナーとしてそこそこ売れてるからそのくらいはある。冗談はやめてよ。ダサいネクラちゃんがデザイナーって。あまり顔出しもしてないから疑うのは無理ないけど、マヒーロって名前でいろんなブランドと契約してる。あのさ、私たち一応幼馴染じゃん。そういう嘘よくないよ。恥ずかしいよ。2年前に一度だけ顔出しして取材受けたことあるから、マヒーロデザイナー顔でググってみたら。はいはい、やってみますよ。は？マジ？ああ、出てきた？その時以来顔出ししてないのよね。ありえない、ありえない、ありえない。まひろがこんな華やかな仕事してるなんて、嘘よ。私もまさかここまで売れるなんてびっくりしてる。ブスのくせに、ネクラ陰キャのくせに。まあいいわ。カズキ君大企業勤めだし、式代は仕方ないけど、ローン組むことにする。ああ、それ無理だと思うよ。彼お金借りすぎてブラックリストに載ってる上に今月から収入なくなるから。
はぁ、どういうこと。和樹は今無職、さらに言うと大企業勤めでもない。え、嘘でしょ。彼うちの父の会社で働いてたの。あんた社長令嬢なの。うん、一応ね。だからこそ言い切れるけど、父の会社は中小企業よ。知らなかった。知らないわよ、興味ないもん。なんで言ってくれないのよ。言う必要なかったから。で、ついこの間解雇された。なんで。一つは無断欠勤。確か2ヶ月前に2人で旅行に行ったでしょ。行ったけど、なんで知ってるの。彼その時無断欠勤したの。一回そんなことしたら会社に来づらくなったんだろうね。それからずっと休んでる。そんな、てか私たちのこと気づいてたの。ええ、最初に LINE してきてからすぐ和樹に言い寄ったよね。あれすぐにバレたから。マジで。和樹ちょっと天然というか抜けてるのか、 LINE の内容は共有してるパソコンから筒抜けなのよね。じゃあ真宙は私たちのこと知ってて昨日あんな大げさな反応したの。名演技だったでしょ。マヒロのくせに私を騙すなんて何様よ。別に騙してないわよ。実際知った時はショックだったし。むかつく。普通に考えてみなよ。式に私の参列者来なかったでしょ。確かに。あなたたちの行動は全部知ってたから参列者には連絡済みだったの。なんなのよ。じゃあこうなることも予想してたっていうの。まあ大体は。マジでお前許さない。デザイナーだかなんだか知らないけど、痛い目見たくなかったら黙って式台出せ。きゃー怖い、脅迫。うっちゃ。ついでにあんたの父親の会社に和樹を戻して。いやそれは無理だって。彼無断欠勤以外にも女性社員に手を出してたみたいで、今度訴えられるもん。嘘でしょ。かなり野蛮なことしたみたいよ。嘘。下手したら塀の向こう行きかもね。やだどうしよう、結婚しちゃったじゃん。自業自得。あ、でもまだ婚姻届出してないなら後戻りできるんじゃない。もう出した。あんたに自慢したくて式終わったその足で。あっちゃ残念ね。なら無職の前科者さんを頑張って支えるしかないね。 お願い真宙ちゃん、和樹さん引き取って。私去る者は追わない主義なの。だから返品不可です。そんなこと言わないで、私たち幼馴染じゃん、助けようよ。私ジュリちゃんを幼馴染だと思ったことないよ。強いて言うなら偽幼馴染。そんな。借金くらいなら多めに見て結婚しようと思ったけど、ジュリちゃんのおかげで目が覚めてよかった。浮気前科者のクズ男引き取ってくれてありがとう。いやー、こんなはずじゃなかったのに。ああ、今度浮気の慰謝料請求するから待っててね。800万払わなきゃな上、これ以上お金請求されるなんて無理。大丈夫だよ、美人なジュリちゃんなら乗り切れる。ファイト。じゃあ末永くお幸せに。こんなことなら独身の方がマシだった。私の人生終わった。後日談。私はこの LINE を終えると彼女をブロックして完全に縁を切りました。こんな形ですが、20年以上苦しめられてきたジュリに復讐できて満足しているのも事実です。その後の2人は私からの慰謝料と式代返済で新婚早々毎日喧嘩ばかりと聞きました。噂によると離婚しようとしたら妊娠が発覚し、したくてもできず、ただお金がないため2人ともトリプルワークをして食いつないでいるそうです。何はともあれ早く気づけてよかったです。今はデザイナーとしてさらに飛躍できるよう邁進しています。幸せになるぞ。